月刊熱量と文字数です。よろしくお願いします。はい、今日松崎くんと長間さん休みなんですけれども、今日最初から中継いたしますのは、なんと、うん、まあ、あさってから、はい、趣味のアニメが放送される。あさって22日ですね。長浜監督が皆さんのために今日駆けつけてくれました。長浜さんどうぞどうぞ。長浜さん、ご無沙汰してます。はい、長間博史監督です。長間と申します。大丈夫です、ポケット入れてください。はい、何を、これを、あのマイクをね、マイクをこれつけるの、ここに、ここにつけてくれればいいです。はい、さあ、では今日30分は、冒頭30分だけインタビューをして、 お帰りになられます。あ、もうそこで帰っちゃうんですね。はい、はい、やった。まず22日から NHK で、はい、明日、明後日、はい、大丈夫ですか、始まるんですよ。あれですよね、 NHK テレビ出てましたよね。あ、出てらっしゃいました。そうです、そうです。はい、うん。そのままじゃないですか。はい、どうですか今、まあ、第1話放送直前でございますけれども、はい、まあ、世界のね、スタンリーと、まあ、そうそう、あ、そう、スタンリーと作ってるんですけど、ご存知ですかね。趣味が高じてね、スタンリー、スタンリー、ザ・リフレクションという、マーベル作った人と一緒に仕事してると、アニメを作って、はい、もう秋葉原でも看板見ましたよ。まあ、他の作品も出したけど、駅にも出てました。駅にも出てました。他のアニメ2作品とリフレクションの、はい、ヒーローもあるよみたいな感じ、あら、なんかですね、新宿かなんか、あれ、まだやってないのかな、なんか、そう、お客さんの方が来る、知ってるな。そう、うちは配るんですよ。そうなんです、そうなんです。あそこのね、新宿のね、そう、うん、なんかキンプリとかと同じくくりですよね。だから知らなかったんですよ。あ、そんなに当たり前にやってるとこなんだ、うん、結構あそこは有名なところ。へ、あそこでもやるって言ってやると、うん、言ってました。今日はあの言っていいところまでしか言っちゃダメですよ。言っていいところ、言っていいところ、今日とりあえず僕は叱られないですよね。スタジオディーンさんとかに叱られないですよ。こんな時間に何引っ張り回してんだよ。叱られない、叱られない、大丈夫です、大丈夫です、はい、ぜひね、見ていただけたらなと思います。あの、どんなお話なのか、ちょっと今日初めてご覧になる方もいらっしゃる。お話、お話というか、どんなアニメーションなの。これ配信してるのも、はい、してます。ここされてます。長間さんのとこだけ、はい、すいません、はい、あの、どんな話、スーパーヒーローが出てくる話です。スーパーヒーロー、アベンジャーズみたいな。お、簡単に言うと完全懲悪みたいになるんですか。そんなこともない。アメリカンコミックって完全懲悪じゃないですか。ない。もともと。そうすると、そっちの方で人間ドラマをご堪能あれみたいに楽しめる作品ってことですね。人間ドラマ、うん、そうですね。なんかどっちかっていうと、なんかダークヒーローというか、なんかちょっと普通の道を外れてる人がヒーローになる的な話多いじゃないですか。うん、それもでも後の方のブームなんだよ。90年代以降で。うん、あの、もっと、もっとなんて言うんだろう。おおらかなものですよ。あ、アメリカンコミックって。うん、あの、あ、じゃあそのおおらかさがリフレクションにも生きてると、生かせたらいいなみたいな感じでやってますね。だから最近のアメリカンコミックって皆さんどういうイメージがあるかわからないです。僕のイメージだと映画を見てしまうと、はい、結構やっぱりクリストファー・ノーラン監督の影響でなんかシリアスな味付けが強いな、それも好きなんですけど、はい、そうするともっと前テレビシリーズのバットマンみたいな感じなんですか。うん、まあノーラン監督もそんなに変わらないんですけれど、あの、まあ、たでもちょっと深刻になりすぎる傾向があるとは思いますけど、うんうん、あの、はい、ブライアン・シンガーっていう監督が撮った X-Men とかサムライミの撮ったスパイダーマンって、はい、ちょっとこうコミカル、そう、コミカルで笑うとこもこう、うん、そうそうそう、サムライミのスパイダーマンが一番アメリカンコミックを体現する映像家としては一番成功してるんじゃないかなと思うんですよ。はい、うん、なんかこう可愛らしい部分とか、はい、その道徳的な部分もちゃんとあって、うん、でも悲劇もちゃんと描かれててみたいな、で敵は怖いし、うん、みたいなことがちゃんと描かれてるんですけど、うん、あの、まあ、ああいうことを目指せたらいいなと思い、なるほどなるほど、スタンはずっと同じことやってるんですよ昔から。なるほど。子供でも子供に向けてるわけでもおじいちゃんに向けてるわけでもなく作ってるっていう感じなので、うんうん、自分のこう絶対こう譲れないものみたいなのがあって、
それを体現しようとしてるんですよね、スタンは。ずっとそれを追い求めてるっていうか、分かんないよね。もう実際放映直前という形になると、はい、結構作品に対する手応えみたいのは監督も感じられてます。これはちょっと想像以上にいいものができそうだぜみたいな、もっとできるかもしれないとかあります？そうですね、自分がやりたいと思ってた映像をやろうとしてるんですけど、それがどんだけ難しいかってことを思い知らされてるっていう。あ、やっぱ今回ね PV とかもちょっと見させていただいて、普通のアニメーションってなんかまた一線を画している味わいじゃないですか。うん、そのつもりは自分はないんですよ、はい、同じように作ってるつもりなんですけど、でもまあ分からない、分からないっていう声。色結構負担大きくないですか？色の負担大きいです。だから梅崎さんってね、赤の花とかもやった、まあ、ここにも来てくださいました、梅崎さんにまたねやってもらってるんですけど、梅崎さんがもう本当に具体的にはどういうことをなさってるんですか？まあ、前だと例えば立体的な感じ、奥行きとかも色で表現するようにしてるみたいな話してましたけど、はい、今回などういうアメコミをやるんだっていうわけですよ。だかららしくないとか、そういう会話はねそういう感じなんですよ。もっとリアルにとかじゃなく、割とおしゃれなっぽくないとか、あ、うん、でもない、うん、これ以上やると、例えば夜のシーンでただ、はい、暗く落としたらリアルな暗さになるでしょ、うん、じゃないんですよ。アメリカンコミックの暗さだから、うん、はい、ある程度色は認識できて、でも暗いとも感じさせなきゃいけなくて、うん、っていう、それ、あ、なるほど、そういうことを、なるほどなるほど、今日もさっきまでやってたのはそういうことなんですよ。ここまでやるとちょっとチープになるんだけどとか、うん、ちょっとじゃあこのギリギリ攻めましょうみたいなことを、なるほど、なるほど、感じ、色はね。で、まあ話自体はちょっとなんか試しに見てもらえたらなとは思うんですけどね、うん、見どころを教えてください、監督からの見どころね。熱量と文字数に来てるお客さん向けの見どころですね。そうですね、ですね、見どころ、ですね、雑誌用のコメントとかじゃ ないやつ雑誌用のコメントとかじゃないやつ、ここでしか聞けない、ですね、飛んでる姿を見てほしいですねみたいな、マントの動きに注目してくださいとか、デトロイトメトロシティの時見たけど、マントの畳のヘリの部分の数に注目。そうそうそう、いやいやいや、ないな。逆漫画ビールの時計の針みたいなやつ。ないな、やってたな。ホコリが飛んでますよみたいな。ああ、やってた。動いてるみたいな。今回は、うん、ですね、多分1話見て、何にも知らないで見てほしいんですよ。ああ、何も知らないでまず1話を見てほしい、うん。何にも知らないで見て、自分が多分コミックで最初にアメリカンコミック読んだ時の感じみたいなのをちょっと共有したいと思って、うん、なるほど。だからまず今日ライブに来た意味を全面否定したっていうことですよね。マジでこれダメ、まあまあ、これダメな編集長、まあまあ、これ不正解だった今。いやいや、そんなことありません、そんなことありませんよ監督。いや、ただうん、なので多分びっくりすると思うんですよ、ずっと。えみたいな感じ。なんか言葉で言うと、でも僕らはどっちかっていうとアメコミには慣れてないんで、はい、そのアメコミっぽいって言われても分かんないわけです。それは堀田さんから特撮っぽいって言われても全く意味が分かんないみたいに、はい、だから新ゴジラは割と新鮮に見れたんで、はいはい、ゴジラとはかくあるべしとかもないんで、ヒーローかくあるべしもそんなないんで、割とこう新鮮に楽しめるのかなっていう気はするんですけど、うん、そう、それもあって、なんだけどそのヒーローを書くあるべしどころか、うん、これアメコミをアニメにしたんですよねとか、うん、ヒーローものなんですよねみたいなこともなんかちょっと最初にはみんな、うん、え？だからね、時間 NHK のこの時間になって、ん？これですよねっていう感じ、あ、これ本当に合ってるみたいな感じ、またそういうちょっとテロリストぶりを発揮してるわけですね。いや、そう思ってなかったのに。スクールヒーローたちが最高寸前の学校のためにアイドルになるとか、そんな話じゃないですか。それか、NHK 何考えてるんですか。そんなことないです、うんうん、いや、そういうことじゃないわけですね。あれなんですよ、記者さんたち集めて死者やったんだけど、みんなそうなっちゃったんですよ、うん、って、あ、
その反応が一番多かったんですよ。なるほど。これ12本12本でやるんですか、私たち慣れられますかねって言われて。慣れるっていうのは何、気持ち悪いってことですか。いや、なんかね、そうは言われなかったんですよ。だからそういう風な人もいるかなと思った。 PV の時点では相当気持ちよさそうなアニメだなと思ったんですけど、なんかみんなうわー、あのそれこそキャストはもう事前にちょっと見てたんですよね、うん、伊勢マリアちゃんと三木慎一郎さん、うん、はいはいはい、見てたんだけど、死者みんなで見ましょう、記者さんたちと同タイミングで NHK の試写室で見たんですよ、ええ、で伊勢ちゃんたちが前に座ってて、ええ、ナインのメンバーが俺の前に座ってて、うん、俺はもう見てるので一番後ろで見てて、でもあのなんかナインがみんななんかのけぞるんですよね。喋らないですけどっていう、なんかみんなこうなんか黙ってのけぞってるみたいな感じ。一番ですけど、面白そう。ただこれがね、NHK ならではだと思いました。というのは、あのね、コマーシャルがないから、うん、みんなこうなんかみたいなことやってると終わったってなっちゃうんですよ。なるほどなるほどなるほど。終わっちゃってるみたいな。だからなんかどこで終わるのかが分かんないってこと、うん、息つく暇がない。うん、そういうふうには作っているんだけど、確かに、うん、なんかそこは予想以上になんかみんななんか どこが止まるところなんだろうみたいな感じ。別にそれはギャグ漫画ビオレ的な意味じゃないですよね。その喋んの早いなおいみたいなんじゃないわけですよね、うんうん、映像のテンポが早いということでもないんですね。そうするとお話のこう帰結するところがこれで終わりかみたいな感じなんです。結構走り抜けんだ20分で、うん、とそうですね、テンポ早くはしてないですよ、むしろ、うん、緩急をちゃんとつけてるって感じなんですね。なんかうん、うん、アメリカンコミックの映像化でうまくこうなってくれるといいなみたいなことをやっちゃってるんだけど、うん、で、まあ、うまくいかなかったなっていうところもたくさんあって、なるほど、いろいろ反省点があるんだけど、いろいろ試行錯誤してるんですね。うん、まあ、いろんなことはやっぱどんどん次から次に出てくる。まあ、でも新しいことにチャレンジしてるから分かることっていうことなわけですよね。うん、新しい、そうだからこれのね、一番の問題点は俺が新しいと思ってないことだよね。うん、だから自分の中のイメージはすでに固まってるから、うん、ずっと昔から見てるもんだし、でみんなはなんだこれってなってるってことですよね。うん、うん、あでアメコミ好きな人からもそういう反応が出るんだよね。へー、あ、早乙女さんとか島村さんとか。いや、早乙女さんとかはねアメコミ好きだけどコミックにはそんなに系統してないから、アベンジャーズとか映画を見てるんだよ。なるほど。だから早乙女さんとかは別にそんなになんだけど、うん、取材に来てくれた人たちはね、なんか片っ端からアメコミのなんか専門家みたいな人ばっかりで、まあ、うわ怖い怖い怖い、うん、でも、うん、でもちゃんとアメコミでしたねって言ってくれる。なるほどなるほど、だったらよかったっす、あ、そうびっくりしましたよっては言ってくれて、だからなんかちゃんと特集組みたいみたいなことを言ってくれる人たちはみんなその今までアメコミのなんかこう記事とかで見た人ばっかり。ああ、なるほど。名刺もらったりとかして、ああ、この人名前知ってるっていう、本物だみたいな話をして、いやすごい面白い企画なんで、ライターで呼んで。じゃあやっぱ趣味が本職に行きましたね。だからその本職のおもちゃ集めにも情報収集の仲間が増えたみたいな。仲間が増えた。今回で、うん、今回で。そうそう、アメトイとかの。今回でね、仲間が増えたっていうよりは。うんうん、あの怖いって感じ。まあ、すんげえ知ってる人たちだから、うん、もうこう、まあ、もうギランって、もうすげえ怖い。そうなんです、うん、怖い。だって、うん、初めて見せてもらおうかみたいなこと。あ、もうアメコミだと。そうそうそう。長浜博士の性能とやらをっていう。もう本当にそうなんだって。だから最初に買ったコミックがって言ったら、なんかタイトルが出たりするんだよ。もうみんなが。ああ、そうなります。ああ、なんとかですね。さすが。どこどこ時代のネタとかもやっぱさすがにあの盛り込んできますねみたいに言われて、うん、すげえなーって本当にやりにくい。名前がバーって出てくるから、まあ落語マニアの前で落語やるみたいなことですね。ああ、もうそ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 う、針の面白ですよね。そう でも楽しかったですけど、うん、話が止まんないから、うん、あのバンダイビジュアルさんが宣伝でついてきてくれてるんだけど、うん、あのもう本当にお目付け役になってたんだよ、うん、ずっとこう時計見て、うん、もう
もうアメコミの話やめて、いつも僕がやってることを今バンビジュさんがやってる、完全にバンダイみたいな、そうそう時間なんで中間さんっていうことですよ、もうアメコミの話してたら全然作品の話してくれないから、あれからそういうことやってるんですね、言われます、リフレクションの話よりずっと、あれバットマンのあれがさ、オタトークじゃない、そうなんそうなん、それもうあれあの映画どう思いましたとかいう話を2人とかで始めちゃうから、ちょっと見て今のところのこう苦労話とかはありますか、苦労話もうかなり苦労したわ、苦労話っていうかね面白いです、ね、あのね面白い作画、まずねアフレコがめちゃめちゃ面白いです、アフレコが面白い、うん、声優さんたちがってことですか、うん、役者さんたち何にも知らないから、はい、何にも知らない、その先のこと、あ情報も原作も漫画でとかで出てるわけじゃないですか、じゃ全部読ませてない、全部読ませるって最初田中和也さんが言ってたんだけど、うん、やめたっつってあ、じゃあ1話ごとに台本が配られる、はい、うん、あ、だから自分のキャラがどうなるか分かんない、そう、来週のアフレコでやっと分かるんだよ、おだからみんな知らなくて、じゃあやっぱり当てる本人たちも結構ドキドキしながら見て、うんうん、え、こうなるのっていう感じで、だから自分が何者かも分かんないままやってる感じ、はい、そうすると演出としてはそれこっちが今言っちゃまずいのも濁しながらこう説明してる、その時にはこれこうですよって説明しちゃってる、それも考えながらが面白いって感じですか、そうです、あのね聞きたいですかみたいな感じで、はいはいはい、うん、で伊勢ちゃんはもう絶対聞かないですよ、あ聞きたい伊勢ちゃんって言ったらなんかいやいいですみたいな、今の段階で私は何を知ってればいいですかみたいに言うから、今の段階でここしか知らないと、うん、でこいつをいいやつと思ってますか、いやあの思ってないみたいな、うん、それだけでいいですみたいな、あいい楽しそう、だからそういう風に作ってって言うんですけど、はい、ただミキさんだけは全部知ってる、あなるほど、そうなんです、ね、ミキさんはマスクずっとかぶってるキャラクターなんで、エクソンっていう、うん、ミキさんには実はこういうやつなんですっていう時系列で全部そいつがやってきたことは全部書いちゃってるんですよ、でそれ渡してるんですよ、うん、だからミキさんだけちょっと違うんですよ、なるほどね、映像が全然違う形で見えてる、いやだから本当に周りには自分が何者なのかも分からずヒーローやってるやつもいるかもしれないってことですよね、うん、そう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 、あこれはもう大ヒントですね、面白いですね、ですね、なんかみんなね、そこがそこのそのなんかみんなのなんかとか、うん、こうなるんすかみたいなことを、うん、なんかざわざわしてるのを見るのが楽しい、なあ、神かいいね、そりゃそうですよ、もてあそんでる感じ、想像主か、違う違う、あのあそうなんですよ、俺もコミック読んだらそんな感じだったんですよみたいな感じ、あなるほどなるほど、そう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 、みんななんかっていう、こんななっちゃうんですかみたいなこととか、スタンリーは1話はご覧になったんですかね、ね、スタンリーさんはスタンには渡してるんだけれど、もうご高齢90超えて、まだね、もうちょっとで英語版が、あなるほど、あそうそう、吹き替え版が完成するから、もう全部できてるんだよ、うん、全部取られてるんだけど、あの調整しながらあの定着させていくから、うん、その最終の MA っていう作業は残ってるんだよね、で日本語版に字幕じゃやっぱさすがにスタンは厳しいから、うんうん、吹き替え版を見てもらおうと思ってるから、で、ついか最近ね、スターの奥さんが亡くなっちゃったんで、ね、ちょっと気持ちが落ちてますよね、きっとね、すごいやっぱ気の毒で、うん、ちょっとあの今それが一番みんなね悲しいなっていう状態ではあるから、うん、見て見てっていう感じのトーンでもないし、うん、ちょっと今はそうですか、うん、はい、今日は熱文字の記者も集まってることですし、それぞれまたちょっと記者の質問タイム、まあ、放送できる範囲でね、放送まずあの国キャップからもし何か伺いたいことあればお願いします、でも僕そうですね、なんだろう、さっき聞いちゃったからな、うん、何お客様の質問でもよろしいですよ、現場はどうですか、作画のスタッフ楽しんでますか、苦しんでますか、苦しんでる苦しんでる、割とじゃあもう毎回のように中間さん追い込んでる、追い込んでらっしゃる皆さんを、俺が追い込んでるわけじゃなく、うん、自主的に追い込まれていく、というか難しいんだと思います、やっぱり全く違うテイストだから、やっぱりそこですよね、そこが、うん、苦しんでくれて、今回はどんなスタッフさんが入っていらっしゃるんですか、スタッフさん、アニメーターの方たちは結構新しい人たちが多くて、うんうん、でただ中
中核というかメインはみんな一緒なんですよ。早乙女さんもそうだし、佐藤かな子さんという動画の、ああ佐藤かな子さん、かな子さんもそうだし、音響もみんな一緒だしって感じですけど、現場がスタジオディーンって全く今までやと違う、もうやったことがないところなので、うん、ディーンのやり方は全く違うんですよ。また、あ、そう、自分たちのやり方とは全く違うんですよ。へー、そこでちょっと俺らが戸惑ってるところがあるんですよ、うん、こんなに違うんだっていう。スタジオごとに全然違いましたね。俺初めてでした。へー、早乙女さんもだからもうだからみんな、どうしたらいいっていう、なんか最初違う国に来た感じだ。全く違うんですよ、これは。やり方というか、やり方が全然違う。だから、あ、これは俺たちがなんとか変えていかなきゃまずいかもなっていうぐらい、ちょっと今までの自分たちのやり方はできないで、はい、なるほど、うん、それはちょっと。さあ、ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。ディープな話ありましょうか。ありましょうか。そもそも何なのかとか、はい、ぼんやりした質問かもしれない。全然いいですよ。念願のアメコミってことで、はい、やりたいことが受けるかどうかっていうのでまた別の話じゃないですか。やりたいことやるっていう、うん、その点って何か心がけてることですか。あのですね、うん、まあ、アメコミをやるにあたって心がけてること、なんか人にどう取られるかっていうのはやっぱりなんかどの作品でもわからないので、だいたい自分はあの原作もやるときには原作者に向けて作ってたんですけど、うん、今回はスタント自分で作ってるんで確かにそこが一番難しかったんですよ、うん、でだけどですね、まあスタンがいる、スタンに納得してほしいっていうのがあるんですけど、それともう一つそのアメコミ読んですげえって思った自分に向けて作ってるみたいなところがあって、それでいいんだと、うん、そこに向けてそれが面白い、自分あの時の自分が面白いと思うものを作っていく、うん、次を見せてやろうと、うん、これだったら許すみたいな。まだ大分県にいた広志少年、うん、剣道やってた、剣道やって鼻くそ食ってた、鼻くそ食ってねえけどでも剣道はやってた、うんうんうん、でもそういうことですかね。そこにフォーカスはしてる感じ。昔の自分ですね、具体的な一人っていうことで、ね、うん、じゃないとなんかどう受け入れられるかっていうのはなんかさすがにね、うん、読めないことの方が多くて、うん、それこそそれ考えてたら悪の花みたいなことってのは全く動けなくなっちゃうので。そうですね。でもこれが検索者の望む形だって思って動いていくみたいな、うん、今回もそういうふうにやってるっていう感じではあるんですけど、結構ね自分なんでそれがあのあれなんです。人だったらなんか踏ん張れるんですけど、うん、自分だと折れるっていうひどいことは起こってくるんですよ、うん、なるほどね、うん、お前のやりたいことにそんなに価値がありますかって言われると、うん、言えないでしょ、うん、あるって、うん、確かに、うん、でもスタンがやりたいことには価値があるし、だって漆原さんがやりたいことには価値があるって言える、人のことだから絶対価値があるんだって言えるんだけど、うんうんうん、あなたの作品にそんなに価値ありますかって言われたらすごいところに行ってるね、うってなっちゃうんだよ。でももうこれ乗り越えないとオリジナルとかもうできなくなっちゃうから、まあうね、うん、っていうことになるんですね、うん、いやこれはちょっと楽しみだな。いや苦しい、そこは本当に苦しいんですよ。うわそこまで言われると価値があるとは言えないってなっちゃう。行ってこ、そこ行ってこいや、うん、難しい。だからそこはちょっと難しいと思います、ね、はい、ありがとうございます。さあ続きましていらっしゃいますでしょうか。いる、聞いて、はい、なんか聞いて。ぶっちゃけ実写化の話が来たらどうします。実写化の話が来たの？もう来たんですか？マーベルでみたいなね、うん、もうマーベル、マーベルではないけれどね、出版社は違うけれど、うん、でも誰に実写だったらこの人やってもらいたいなみたいな、なんかありますか？やってもらいたいなとかはないですけど、今の俳優さんじゃなくても例えば昔見てた、あ、例えばスタローンであり、あるとかそういうのってあるんですか？そんなものはない？あんまりないかもなとは思いますね。あんまりないですね、それは、うん、あんまりない、うん、あ、いや、あるはあるんですけど、うん、スタンさんあるはあるな。スタンさんの方からなんかキャラクター元々のキャラクター造形的なものでそういうのは出てこないですか？例えばあの頃の何々みたいなさ、みたいな。あ、そういうことは全然ない。絶対にないです。あ、なるほど、ないです。面白いですね。うん、それはないですね。あの
まあ、ただたくさんキャラ作ってっからわかんねえなみたいなことはよく言います、うん、まあそうですよ、ね、キャラ出てくんだ結構いっぱい出るから、うん、いやで今までもういっぱい作ってるじゃん、うん、だからこの名前どうって言ってで、うん、まあ悪くないけどこういうのどうとかってスタンが言ってきて、うん、あいいでかっこいいでって言ってたら脇からスタンそれあもう出てるあそてそういう問題ありますよねそうそうそうでスタンが使ってたっけっつって何かほんでその時とかにもう山ほど作ってっからなっつってわはははってみんなで笑ってじゃあこれはとかって言ってあそれは使ってないよみたいなこととかはやるんですよ確かにやるうんでもそうだリフレクションはまだねあの全然一旦を垣間見るだけの話みたいなやつなの、うん、あんまりあのこう何かあの本当に本屋でアメコミ一冊立ち読みしたぐらいに考えてもらえる。なるほどなるほどね。はい、なるほどなるほど。十二本でもよ。はい、だから、うん、ミニシリーズがあるなと思って。うんうん、そういう気持ちで臨めっていうことですね。はいはい、そう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 。はい、で4の1みたいに書いてあるから、うん、あのあこれ4冊で終わるんだったら、うん、なんか入門にいいかなと思って買って。うん、だから超巨大な物語がこれから展開されるとかそういうことじゃなくて、うん、まずは世界観を味わってほしい。そうそうそう。でそしたらそしたら分かんないやつがいっぱい出てくるから。うんあいつどうなってんだろうみたいな、ね、これ誰とか、うん、いいもんこいつ悪もんとか思うでしょ、うん、いいですねであれがなんかセリフの感じからすると悪いやつっぽいとか、うん、はいはいでもずっとコミックを読んでるやつはあっっていうなんか、うん、ここでこのヒーローとこのヒーローが一緒にやってるみたいなどっちかというとアベンジャーズみたいなのが最初に始めて独立タイトルに後でやっていきたいなと思っていいですねそれが NHK で放送されるってことでやっぱり今腐女子たちも腕がもううなってんじゃないですかね腕がうなってる腕が腕がなんでいろんな行間を読みたい待ちきれないもう待ちきれないあれあれ何だったんだみたいなねはいじゃあ最後まあ、最近現場で笑ったことこのスタッフさんが知ってたよとかこんな変態的な絵描いてきてたよとかそういうのでもいいです最近笑ったことを教えてください現場で笑ったこと、うん、笑ったことはね、うん、ああでもねそれねギリギリなんだよね。その笑う現場で笑うってことは何かのミスとか、うん、誰かの失敗だったりするから、それをここで披露してしまうと、そうだね、誰かが傷ついたりするんですよ。確かにね。ああそれ間違ったの僕だとかなっちゃうんですよ。うんうん、だからそれじゃない形で笑ったといえば、うん、ね。ああまあでも現場よく笑ってるよアフレコ現場とかよく笑ってるあのそれこそそのミキさんは全部知ってるわけですよ、うん、エクスオンっていうキャラクターをで他はみんな知らないじゃないミキさんだけが俺のところにこうやって来て、うん、2人で隅で、うん、つってひそひそ話しないなるほどなるほどこれってとか言ってなんかやってると気になるわそうやってるとそれもなんかうなりますねそうすると田中さんがよくなんかおいそこみたいな、うん、ああひそひそ言うんじゃないみたいななんだそこで 何の話してんだみたいなわはははみたいなクラスみたいな感じになっちゃうそうそうそうことをやるんですよもうちょっとこっちの話だから言えないみたいなこと言ってで1話の収録が終わってあのアイガイっていうキャラクターをやってくれてるのが三上さんって、はい、シャーロックとかねドクターストレンジもこの間やってましたけどねカンバーバッチの吹き替えやってる方で虫神にもね、熊戸って役で出てくれたんですけど熊戸、うん、うん、三上さんすごいあのなんか情報がないわけですよ、うん、愛外に関してで、1話で自分の目に映る芝居だけをとにかく徹底してやってくれてで、終わってありがとうございましたみたいな感じで挨拶に来てくれるんでその時にあの来週はあ、まあ、これ言っちゃダメだな言っちゃダメ言っちゃダメやめときましょうやめときましょう笑える話なんだけどいやなんかエンドクレジットちょっと凝ったよとかなんか音楽の入り方ちょっと凝りましたよみたいなの音楽の入り方はねあ、うん、音楽はねすげえかっこいいので、うん、あのなんか音楽だけでもいいもの見た感はなるほどあると思うんですよ、うん、分かりましたあとはね1話のオープニングと、うん一話のオープニングって実は本ちゃんのオープニングじゃないです。なるほど。それ言っちゃってよかったんですか。大丈夫ですか。いいです。一話だけ、はい、のオープニングで。オッケー。贅沢。
うん、ただ2話からやっとメインテーマの、はい、ちゃんとしたオープニングがつくんですけ ど、はい、あのエンディングもねちょっと1話ちょっとだけ違うんですけど、あのオープニングとエンディングがねちょっと俺はすごく好きなんですよ。おすごく好きなもので、あの全く違う人たちが作ってるんだけど、そのコンセプトと色を徹底して合わせてあるから、あのなんかね別々の全く違う人たちが全く違う場所で作ったものに思えないんだよな。バチッとハマってるっていう、がっつりハマってるんです。本当に全く違和感がなくて、それはすごくオープニングエンディングがすごくいいのと、あとねエンディングが終わってもちょっとまあちょっとあるじゃないんだけど、なんかびっくりすることがある。びっくりすること、次回予告でも何でもなんかね、びっくりするんだよ。なんか知らなかったんだけど、エンディングが終わって別に俺らはそんな人を沸かせようとかびっくりさせようなんて思ってないのに、うんうん、その記者さんたちは湧いたって言ってた、声が上がったって言って、えーって、なるほど、ああそうですかっていう、みんな終わってエンディング終わってざわっていう、なんか記者がなったんですけどねって言われて、へえ、なるほどなるほど、そんなこと狙ってないんだけどそうなる瞬間がある。わかりました。ある。そこもじゃあ楽しみですね。うん、なんかちょっとバタバタしてるんでなんか見てくれれば。わかりました。わけわかんないと思います最初は。はい。わけわかんないと思います。わけわかんないアニメ見てくださいみんな。わけわかんないアニメ。わけわかんない。そうですね。わけわかんないですけど、すげえ、はい、俺は好きなんですけどね。うん、俺は1話としては相当好きな、楽しみしてます、流れですね。ナインもすごいお芝居うまいんで、はい、わかりました、ぜひ見てください。はい、そのぐらい。ということで長濱宏監督でした。もう30分です。ありがとうございました。すいません、じゃあマイクを取って、はい、もう帰れて、はい、追い出される、すぐ D の方に、はい、いやいや、あんまり引き止めると我々が怒られちゃう。そうなんです。じゃあ長濱さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。またぜひ。